シェルミジーク、皆さんこんにちは。ドアクレールプレゼンツ、音楽のひとしずくへようこそ。お忙しい生活の中のほっと一息つく時間に、内藤育子がお送りする音楽のちょっとしたお話を語る番組です。毎日たくさんの方々と音楽の時間をご一緒に過ごす中で、皆さんのほんの些細な一言から思いがけず音楽の素敵なお話へと発展することがよくあります。この番組でも皆さんの落としてくださるひとしずくから、新しい発見や小さな知識へと水門を広げていきたいと思います。今日のひとしずくは、映画トノバン音楽家加藤和彦とその時代。トノバン音楽家加藤和彦とその時代というドキュメンタリー映画、インタビュー映画を見てきました。この数年たまたま加藤和彦さんのことを思うことがたびたびあった、そのタイミングでのこの映画、とっても楽しみにしていました。5月31日に公開され、今上演中です。日本のポップミュージック界にはそれを確立するすごい時代がありました。1900年代後半、本物の音楽家が次々と生まれ活躍して、その世界を作り進めていく、やりたいことできることをためらわずどんどんやって、ただ生きたいように生きていたら、日本にとっての新しい音楽の時代、音楽の世界を作り上げてしまった素晴らしい人たち、その代表格が加藤さんです。この映画からたくさんの感動や思うこと、考えることを得ましたが、一番は音楽家って何だろうということ。音楽家とはその名前の生き物であって、職業や資格や専門とは少し違うと思います。一部の有名になれる人というのは、その人の人間自体が表現のアートであり、鑑賞するに足るという人です。その他にそれほど有名ではない本物の音楽家は山ほどいます。音楽家には国家資格のような世に認められる基準線があるわけではないので、それを意識せずやりたいように生きているイコール音楽している人たち、この人たちは肩書きを決めたがらないということもまた興味深いです。本物の音楽家たちは皆、音楽であればどの分野でも専門家と呼ばれるレベルにまでなることがきっとできると思います。深くまで入っていこうと思える音楽の中の分野を見つけて、そこに入っていったから、だからその専門家だと呼ばれているだけ。きっと音楽でさえあれば他の分野でも全部できると思います。専門ではない分野、専門ではない音楽と本人が言っているところでも、音楽家ならではの水準があるのですが、彼らはそこまでは初めから言っているのでね、そのレベルからスタートして専門家ですと言いたいなら、どの分野もかなりな勉強が必要ですが、きっとできると思います。
藤和彦さんになぜ私がこんなに感じることがたくさんあるのだろう。考えていたら山ほど出てきました。まずは私が生まれる前に大ヒットして、赤ちゃんの頃に毎日聞こえてきていた帰ってきた酔っ払い。私を取り巻く音楽は祖母が聴かせる日本の童謡の名曲のレコード、祖母自身が毎日目の前で奏でてくれた箏曲箏の音楽の数々、母が聴かせるバッハやモーツァルトやいろいろ、それらの中に混じって歌謡曲のヒット曲もたくさんたくさん聴きました。周らぬ舌でその時のヒット歌謡曲を意味も知らずに毎日歌っていました。そして私にとっての音というものが持っている面白い効果というのは、多分ビートルズが基準、それくらい影響を受けています。ビートルズの実験的な音楽を加藤和彦さんとその周辺の音楽家たちはいろいろやってみせてくれていましたね。加藤さん率いるサディスティックミカバンドから高橋幸宏さんへ、そして細野和臣さん、一番は何より坂本龍一さん、彼らのイエローマジックオーケストラへの流れ、世界水準のポップミュージックというのはこれらのことです。一番好きな作品たちです。今私が信頼している音楽家はみんなサディスティックミカバンドにどこかでつながっています。加藤和彦さんが日本のポップミュージックに取り入れてくれたシンセサイザーというものは、YMO との出会いからずっと私の音楽の基盤にありました。ローランドの講師になりたいと思ったのも、その活動をずっと続けているのもそのためです。学生だった1980年代からいつもずっとクラシックを含むすべての音楽でシンセサイザーの機能を使い続けています。そして探偵物語の薬師丸ひろ子さんのファンでした。あのテーマ曲は確か加藤和彦さんの作品。あの曲を口ずさみながら趣味のお芝居では薬師丸さんの真似をしていました。一番最近のきっかけは加藤和彦さんと北山治さんのあの素晴らしい愛をもう一度という曲をシニア歌クラスの課題曲に取り上げたこと。いつものようにお手本のレコーディングをしようとして気負わないナチュラルな声でこの曲は歌わなければと思い、なかなかうまくいかず苦戦しました。そして改めてあのギターのテクニックの高さに惚れ直してしまいました。それから何といっても2023年の1月高橋幸宏さん、3月坂本龍一さんと立て続いた訃報、しばらく自分の音楽活動をストップしてしまったくらいの喪失感でした。そんなことを考えていたからでしょうか、 YouTube でおすすめに現れた BBC2 の番組のワンシーン、サディスティックミカバンドが初めてイギリスでメディアに登場した時の動画です。衝撃的でした。それから自分のコンサートで毎回必ず竹内まりやさんの歌を歌わせていただいています。週末の音楽講座で竹内まりやさんの活躍がスタートしたと言ってもいい加藤さんの作品不思議なピーチパイを取り上げたりもしました。加藤さんを思い出すエピソードとしてはこんな感じでしょうか。
この映画から得たたくさんの感動や思うこと、考えることの中でも、もう一つここで言いたいのは、音楽のジャンル分けについて。ここでもずっと語り続けている自分の考え方に改めて確信を持てました。加藤和彦さんとその延長線上には坂本龍一さんがいるからかもしれません。加藤和彦さんはいつも音楽全体とつながっていて、その中でアイデアが生まれたものを片端から全部とにかくやってみたという人でした。その活動からは、彼の中には音楽の種類分けという思いはなかったように私には見えます。20歳で音楽の先生と呼ばれる立場になってから、私はずっと音楽のジャンル分けについては意見を持っています。生まれながらにして音楽でさえあれば何でも聴き入る、自分に取り込むという人でした。類は友を呼ぶ。周りには同じような考えの人が何人もいます。音楽は音楽というジャンルであり、それより細かく分けるのは活動に便利だから、そしてその違いを比べるのが面白いからに過ぎません。音楽を鑑賞することで人の何かが変化する、そのような音楽を生み出したり、すなわち作曲、編曲、作詞、そして人に提供したり、すなわち演奏すること、そして人にその楽しみ方をお伝えすること、音楽の先生、このようなことで生きている人々を音楽家と呼ぶのだなぁと思います。その中の人に伝えて楽しんでもらうという先生という立場の人がやるべきこと。生徒になってくださる皆さんが演奏することやいろいろ知ることを楽しむための、その人の道を作ることだと思います。2年に一度の生徒さんのための大きな舞台、ラフェット2024ボアクレール演奏会、11月23日土曜日に決まりました。この演奏会では、先日もお話ししたように、時代と種類で部を分けていますが、それはそうすると面白いからです。分けて壁を立てて批判したり拒否したり自分から遠ざけたりするためではありません。その真逆です。一番は生徒さんに自分がどこにいるのかということに興味を持ってもらいたいから。広く音楽全体を眺めた上で、その中のどこに自分がいるのか。時間軸と場所と、そして立場というようないくつかの視点から、そしてお客様にもその自分がどこにいるのかを面白がっていただきたいです。ヨハン・セバスチャン・バッハもボブ・ディランもフレデリック・ショパンもチック・コリアも全く異なる世界にいるけれど、それはとてつもなく広い音楽という一つの世界。ぜひ皆さんにその広さを見渡してみていただきたいです。加藤和彦さんとその周辺の音楽家たちは、自分も対象も常に人間すべてであり、決して日本人の枠にとどまることはありません。現代でも時たま現れる本物の音楽家を、加藤さんを見つめるような目で応援したいなと思っています。
それでは今日はこの辺で。今週も音楽にあふれた一週間でありますように。 Music et la Desire